神智子君。はい、日本共産党の神智子でございます。明日3月11日は東日本大震災原発事故から5年目を迎えます。で、震災で亡くなられた方に改めてお見舞いを申し上げるとともに、復旧復興のために日々奮闘されている関係者の皆さんに心から敬意を申し上げたいと思います。で、まずですね、農業についてお聞きします。津波でですね、大きな被害をが発生した仙台市の東部、あるいは冠水でですね、大きな被害を受けた特産いちごのもう一個っていうね、もう一個食べたくなるからもう一個っていう命名をしたという渡里町、それから放射能汚染で肉牛を出荷できなくなった奥州市とかいうところで農家の皆さんの苦しみにも接してきましたし、復旧事業が終わって作付けの喜びをですね、本当にこう語っておられる農家の方にも接してきました。それから福島原発事故によって大きな被害を受けた福島では、この人類が経験したこともないですね、本当に困難な中で農業の再建に取り組む農業関係者の方の努力も見てきました。で、大臣は所信で東日本大震災からの復興は安倍内閣の最重要課題です、私も復興大臣であるとの覚悟のもと将来を見据えた農林水産業の復興に取り組みますと述べられました。で、復旧復興の現状をつかんでですね、この農林漁業者に寄り添い従来の枠にとらわれない支援が政治に求められているというふうに思うんですけれども、ちょっと通告してなかったんですけれども、まず大臣のご認識を伺いたいと思います。森山大臣。被災地を訪れますたびに、やはり福島ではまだ特別なことを感じますし、また宮城にいたしましても岩手にいたしましても、いろんな地域で想像に絶する被害だったんだなというふうに思っております。農地の復旧につきましても随分進んでまいりましたし、また漁港の整備についてもいくらか進んでまいりましたけれども、ここに戻ってきていただいて再生産にどう励んでいただけるかということが今からの大変大事な課題だろうというふうに思っております。そのためには今までのことにあまりとらわれないで政策を考えるということは大事な視点ではないかなというふうに思っておりまして、今からどういうことが想像できるかということすら考えが及ばないところでありますけれども、その局面局面で現場の皆さんのご意見も聞かせていただいて、自治体と一緒になって復興復旧に努めさせていただきたい、創生に努めさせていただきたいと、そう考えております。神智君。原発事故、原子力災害からですね5年で、この間本当にですねさまざまなことがあったと思います。で、やっぱり今まで行ってきたですね施策の在り方をしっかりと必要な見直しをしていく、検証する見直しをするってことが求められていると思うんです。で、そこで原発事故によるですね、農業被害についてなんですが、原発事故によって放射性物質が、どこに飛散したのか、拡散したのか、汚染の広がりを測定をし汚染マップを作成して公表するということや、除染が必要なんですけども、どこまで進んだのか、農林水産省と環境省、現状をですね、簡潔にお答えいただきたいと思います。森山大臣。福島第一原発の放射能物質による汚染状況の把握に、今努めて把握をしっかりと努めているところでありますが、農地につきましては平成23年度以降毎年モニタリング結果を公表させていただいております。また平成26年度は福島県内の417地点を調査をさせていただきまして、水田は前年より約 10% の濃度の低下が認められたところでございます。新年につきましては空間占領率は徐々に低下してきており、平成26年度では
森林の調査地点の9割において県が伐採搬出を可能としている毎時 0.5 マイクロシーベルト以下となっている状況であると承知をしております。また農業用水につきましては平成26年度に福島県県内の約2600の箇所のため池の水質調査を実施をさせていただきまして、避難指示区域外では放射能セシウムはほとんど検出をされなくなりました。まあ、引き続き汚染状態の把握を行うということは大事なことでございますので、その結果も引き続き広く広報をさせていただき、情報提供してまいりたいと考えております。早水審議官。環境省から除染の侵食状況についてお答えいたします。環境省では農地あるいは生活圏の森林、宅地といった分類で集計しておりますので、農地および森林の除染実施計画に対する進捗率としてお答えいたします。環境省が直轄で除染を行っております除染特別地域につきましては、2月15日現在の除染の進捗率は農地が 56%、 森林が 85% となっております。また市町村が除染を行っております汚染状況重点調査地域につきましては、福島県内の1月末の時点の除染の進捗率は農地が 83%、 森林が 55% となっております。また福島県以外の県では昨年12月末の時点で農地森林とも終了しております。上智子君。森林林業についてもお聞きしたいと思うんですけれども、昨年12月に環境省は生活圏から20メートルの範囲と日常的に人の出入りがあるキャンプ場などを除いて除染しない方針を固めたことから、福島県や農林漁業者から政府はなぜ山の問題を放置し続けるのかと怒りの声が噴出しました。で、環境省に伺いますけれども、この除染方針を見直すべきではありませんか。はい、早水審議官。森林の除染についてお答えいたします。昨日9日でございますけれども、福島の森林林業再生のための関係省庁プロジェクトチームを開催いたしまして、復興庁農林水産省とともに除染以外の取り組みも含めまして福島の森林林業の再生に向けた総合的な取り組みを取りまとめたところでございます。環境省といたしましては、この総合的な取り組みに基づきまして住居等の周辺に加え里山等の森林内の日常的に人が立ち入る場所について地元の具体的なご要望や現場の状況を勘案しながら適切に除染を実施してまいります。これまで日常的に人が立ち入る森林の除染の対象としましては、キャンプ場やほだ場などを示ししたきてしてきたところでございますけれども、散策道、林道、休憩場、広場、駐車場なども含め地元のご要望をよくお聞きした上で対処範囲や実施方法などを検討して適切に除染を実施していきたいと考えております。上智子君。今のご発言は困難だということで今まで区切っていたところを除染区域を広げるということで確認をしてよろしいでしょうか。そして今ずっといろいろおっしゃったんですけども、例えばその落ち葉の除去だとか、あるいは放射線量のマップの作成とか間伐なんかも含めてやるということで確認してよろしいでしょうか。早水審議官。森林の問題につきましては昨日のプロジェクトチームで除染だけではなくて、放射線対策と林業再生を一体とした形で、総合的に進めるということになっております。このため環境省では可能なところの除染を、それから林野庁さんでは森林再生という形で連携して取り組んでいきたいと思います。また里山を対象としたモデル事業もですね、実施していきたいと考えております。上智子君。区域もそれでは今までよりも広げてということではあるわけですよね。ですね。早見審議官。お答えいたします。先ほどもお答えしましたようにですね、
まあ、いろいろ ご指摘をいただきましたので、日常的に人が立ち入る、まあ、里山道などの場所につきまして、地元のご要望も聞きながら対応してまいりたいと思っておりますし、まあ、今までの例示を増やす、あるいは自治体のご意見をよく聞くということで、まあ、実質的に広がっているというふうに考えております。上智君。はい、まあ、生活再建、林業の復興に直結する問題だと思うんですね。で、現場の声に応えてですね、やっぱり方針を見直されたというふうに理解をしています。で、引き続き現場の声に寄り添ったですね、対策をお願いしたいと思います。から現場の要望に敏感に丁寧に対応するということは、これ福島の復興のためにますます大切になると思います。そこで農林業に従事する農林業者がですね、まあ、外部被曝を防護する対策や健康管理が必要です。農林水産省は住居制限区域あるいは帰還困難区域以外の地域は特別な占領管理をしなくても農作業に従事することは可能だと言っています。また政府はですね、来年3月には 年間で20ミリシーベルト以下の区域は帰還させると言っているわけです。しかし本当に安心してこの田んぼや山に入れるのかと、畑作では、まあ、舞い上がった土を吸うこともありますし、それから農家がですね、不安を抱えてですね、いるときに対策を国に要請しても、これまでで言えばですね、例えば環境省は健康管理というのは福島県がやっているからそちらで、まあ、聞いてくれと、対応してもらってくれと言うし、じゃあ厚生労働省はっていうと、厚生労働省は労働者だったら所管するけれども農家は対象じゃないっていうふうに言って引き取らないと。で、5年もですね、そういう状況がずっと続いてきているわけですよね。で、やっぱり第一次産業の所管である農林水産省が真剣にですね、そういう不安の声に耳を傾けて健康管理への支援をですね、検討する必要があるというふうに思うんですけれども、大臣いかがでしょうか。はい、森山大臣。お答えいたします。現在居住制限区域や帰還困難区域以外の地域においては特別な占領管理を行うことなく家農に取り組んでいただける状況にあると認識をしております。まあ、一方、不安を持っておられる農業者がおられることも踏まえ、農林水産省ではこれまで現場の声を聞きつつ労働安全の確保のために必要な条項を盛り込んだ農業生産工程管理ギャップの導入を進めてきたところであります。またこれに加え、被曝に関する知識を普及する観点から有識者による健康講座の開催、農作業にあたり放射線の影響を減らすために注意すべき事項を盛り込んだチラシの配布等の取り組みを支援してきたところでございます。平成28年度におきましても、まあ、このような取り組みを継続して行うことが重要だと考えておりまして、現場の要望も踏まえ引き続き農業者の皆さんのファンの払拭には努めてまいりたいと考えております。上智君。まあ、今大臣紹介された農業生産工程管理ギャップですね、これは実は自己管理が基本なわけですよね。だから、まあ、自営業でやっておられる農家の皆さんは自分でやってくださいという話なわけですよね。で、政府は2017年の3月に避難指示解除の準備区域、それから居住制限区域については避難指示を解除する方針を打ち出していますけれども、この放射能に対する不安にも応えるべきだと思うんですね。で、ふるさとが大切だと思うのは誰でもそう思うわけです。私たちも同じだと。しかし郷土愛だけでは本当に帰りたくても帰れないという現実があるわけですよね。で、この現実をですね、しっかり見据えてですね、もう一歩踏み込んでぜひ対応していただきたいということを強く求めておきたいと思います。それで次にですね、漁業水産業なんですけれども、大震災で家族を奪われてこの家屋、それから漁港や市場、漁船、水産加工場、漁協の施設というのは壊滅的な被害を受けました。で、漁業者は船があれば漁は再開できるというふうに訴えて、国や全国からの支援、後押しで漁業を再開しました。岩手県や宮城では一部を除いて復旧復興が進みました。で、引き続き復旧を進めることが大切だと思いますけれども、同時にですね、
被災地では現在の漁業の水準をどう維持するかということがこの非常に課題になっているわけです。でその鍵を握るのはやっぱり担い手作りというふうに思うんですね。水産庁が行っている青年就業準備給付金というのはこれ漁家の後継者というのは認められていませんよね今で。新規就農者というのも大事なんだけれどもやっぱり漁村に戻ってくる可能性が高い後継者こそ支援を欲しいと、うちの息子に戻ってきてもらってやるのはどうしてできないのかという声もたくさん寄せられているわけなんです。岩手県の沿岸部の市町村では支援が行われているというのも聞いています。で国の支援をですねぜひ拡充すべきではないかというふうに思うんです。これがまず一点。それから岩手県 の, 漁沿岸の漁業とりわけ小型漁船漁業では生活できない状況があるということを聞いています。で漁で生活が成り立つように支援すべきだというふうに思いますけれども、この2点についてお答えをお願いします。森山大臣。漁業就業人口の減少する中で漁村の内外を問わず漁業の担い手を確保していくことは大変重要な課題であると考えております。まあ、このため漁業の新規就業者に対しましては漁業学校等で学ぶ若者に対する就業準備資金の給付、漁業現場での長期研修に対する支援を実施してきております。まあ、本事業は漁家指定であっても親元からなどから離れて就業する場合は支援の対象としております。なおこれらの支援は限られた財源の中で具体的な効果的な新規就業者を確保することが重要であり、経営基盤を有している親元に就業する場合は対象外としているところでございます。あと岩手県の漁業のあり方につきましては今お話を受けたまわりましたので、どういう対応ができるか検討させていただきたいと思います。上智子君。担い手の問題はこれずっと長い間壁になってまして、たくさん要求はあるんだけども、やっぱりそこのところでね今までも抑えられてきてるんですけども、実際の現場の実態を見れば担い手がもうたくさん余ってるわけじゃなくて、やっぱり足りない、不足してるっていうね現実があるわけですから、やっぱりそこのところを見ればですね即効性のある支援策が必要だっていうふうに思います。それから福島の漁業については宮城岩手とは異なりますよね。福島県は原発災害への対応がもう第一で、この水産業の本格的な復興というのができていないと。それで原発で、まあ、建屋の中はいまだ高レベル の, この汚染が続いてますし、非常に危険な状態です。汚染水が増え続けていると。で福島第一原発は、まあ、言ってみれば綱渡り状態というか今もそうだと思うんですね。そういう状態じゃないかと思うんですけども、このことについての大臣のご認識をお聞かせいただきたいと思います。森山大臣。福島の漁業振興のためには20キロ圏内をどうするかという課題が一番大きな課題ではないかと考えております。まあ、この取り扱いにつきましては非常に慎重な取り扱いが必要でございますので、地元の自治体とも、また漁業者の関係団体の皆さんともよく協議をさせていただきたい。そしてまた関係省庁とも連携した取り組みをさせていただきたいと考えております。上智子君。とてもねコントロールされているような状況だと言える状況じゃないというふうに思うんですね。で復興の道筋を示してですね、やっぱり福島のこの漁業を再建するための特別の手当が必要だと思います。もう5年間漁できないままの人たちも本当に苦しみ抱えながらですねやっているということになってますから、ぜひそこのところもですね特別の手立てということを考えていただきたいということを申し上げておきます。それから次に、TPP です。3月7日の予算委員会で私取り上げました TPP における農林水産物の影響試算についてお聞きします。でアメリカはですね2月5日の署名から105日以内にアメリカの国際貿易委員会が経済効果分析評価書を公表します。で日本はですね
署名する前、調印もしていないのに農林水産物の影響試算を出しました。でアメリカは100日かけて第三者機関が影響評価を出すと言いますから、日本が客観的な試算というふうに言えるのかどうかということも問われてくると思います。で内閣府はですね、GTAP モデルを使って経済効果を発表しましたけれども、なぜですね、農林水産物は GTAP モデルを使って試算しないのでしょうか。渋谷内閣審議官。お答えいたします。GTAP は応用一般均衡モデルと言われているものでございまして、基本は価格メカニズムで経済のシミュレーションを行うものでございます。で我が国の農林水産物につきましては、農地にかかる用途などのさまざまな制約、国家貿易制度、生産流通管理などさまざまな政策的要因に影響を受けること、また個別品目それぞれについて生産流通の実態などを十分に踏まえる必要があることなど、生産に関して価格以外の要素にも大きく影響を受けることから、3年前の政府統一試算におきまして、農産品については農林水産省において試算をしたというところでございます。今回の経済効果分析におきましても、3年前と同じ理由で同様の対応をしたものでございます。上智君。一度やってみてほしいなと、実は思うんです。それで出してみてほしいなというふうに思います。それで大臣にお聞きしますけれども、この FTA のですね、影響評価を GTAP モデルで試算した場合に、日本の米やですね、砂糖などの生産量が減少するという指摘もあるんですよね。農水省の試算では生産量は減らないというふうに発表しているので、その根拠が崩れることを避けたんじゃないのかなと。内閣府は経済効果を GDP で14兆円試算しましたけれども、14兆円だと。いうことで試算しましたけれども、農林水産省の試算とこれ整合性がですね、取れたものじゃないんじゃないかと、いかがでしょうか。渋谷内閣審議官。これは大臣に聞きました。農林水産省との整合性だから。森山大臣。それではお答えいたします。内閣官房が実施したモデルによる評価、結果は TPP が我が国経済全体に与える効果を分析したものであります。その際、農林水産物につきましては、国家貿易と通常の関税と異なる複雑な国境措置があることから、その影響については農林水産省において示した個別品目ごとの生産流通の実態等をもとに、精査し積み上げた生産量の見込みを GTAP モデルに組み入れて試算をしたと承知しております。上智君。さまざまなやり方もあるんだというふうに聞いてますので、ぜひですね、いろんなやり方をしていただきたいなと思うんです。次にですね、予算委員会でお聞きした牛肉豚肉の調整品の試算についてお聞きします。で私は牛肉豚肉の調整品の数量を農林水産統計を使って紹介をしました。先日ですね。で農林水産省からその後統計上を調整品と輸入肉の区別が明確になってなかったんだということで説明がされました。でしかしそれにしてもですね、新たに聞いた数字で見ても豚肉でいうと23万トンが調整品ということですから、これは決して影響は小さくないというふうに思うんですね。そこで確認したいんですけれども、農林水産省の試算で牛肉の生産減少額は311億円から625億円で、豚肉は約169億円から332億円というふうになっています。で農家の所得は確保されて国内生産量は維持されるとしているわけですね。でこの試算に牛肉豚肉の調整品は入っているのでしょうか。森山大臣。お答えいたします。牛肉豚肉の調整品についてはビーフカレービーフジャッキー等の牛肉調整品は輸入量が約7000トンと牛肉の輸入量52万トンに比べてわずかな量であります。
またハム、ソーセージ等の豚肉調整品は、輸入が増えれば輸入豚を使って国内で生産される国産の豚肉調整品の量が減り、輸入豚肉そのものの使用量が減少するという輸入製品と輸入原料の置き換わりの関係にあるというふうに考えております。まあ、このため牛肉及び豚肉の調整品の関税撤廃の影響はいずれも限定的と考えられることから、牛肉及び豚肉の影響資産には含まなかったところでございます。上智子君。今そういうふうに大臣を答えた。で、要するに影響が少ないという話で、その資産には入れてないというわけですよね。で、実は予算委員会でもやりましたけども、重要品目の5品目の中の3割が関税撤廃になったと。その中のほとんど調整品というふうに私たち思っているわけですけども、そんなに小さな影響なのかと。これもですね、やっぱり全部出すべきだというふうに思っております。それで影響は小さいから対象にしていないんだと言われるんだけども、実は2013年の11月に決算委員会で、当時農林水産大臣、まあ、林さんですかね、当時はね、林さんに私が重要5品目のうち加工品、調整品の関税を撤廃した場合にどのような影響が出るのかということで質問しています。そしたらですね、加工品、調整品の関税が仮に一般論として撤廃された場合、国内市場において、国産品が安価な輸入品に代替されることが考えられます。その結果、たとえ加工品、調整品以外の品目の関税が維持されたとしても、原料としてのこれらの品目の需要が減少するため、その生産が減少し、国内の農畜産業に影響が及ぶ恐れがあるというふうに答弁していたわけですよ。山田先生もね、山田俊夫先生もこの質問を私の質問の前にしておられたと思うんですけど、こういう答えをされていたわけですよ。つまり調整品以外の関税が維持されても、調整品の輸入が増えれば国内生産量が減少し影響があるというふうに答えていたわけです。で、なぜですね、輸入実績は少ないから影響がないなどと見解を変えたんでしょうか。どなたか。大沢総括審議官。今回ですね、TPP におきまして、関税撤廃、重要5品目の中で、関税を撤廃したラインというのは、最近HS コードの転換に伴って数字を若干欠陥異なっていますが、今170ラインでございますけれども、それぞれですね、全てを調整品の全てを撤廃したわけではございません。例えば、米でいきますとですね、約24ラインが、調整品等でございますけれども、撤廃したものは15ライン、撤廃しなかったものは9ラインということで、非常にですね、本体に近いものについては撤廃ではないという解決方法を取っているわけでございます。そういうものをでございまして、で、撤廃したものにつきましてもですね、幾度か答弁させていただいておりますとおり、撤廃の影響がですね、少ないものということを一つ一つ見ているわけでございますので、そういうものとして今回撤廃したものも調整品すべてはないではないということではないかと思っております。上智子君。ですね、予算委員会にもやったんですけど、要するに限られた品目で試算をしているんですよ。で、そこから外れているものについてはわからないわけですよ、みんな。で、独自にね、県独自にその範囲に入っていないものも含めて試算しているところありますけど、長野県とかね、その他の県でもありますけど、極めてね、そういう意味では大きな影響があるっていうふうに心配しているところ多々あります。みかんなんかもそうですね、和歌山なんかもそうですし。で、私は今の説明だけだったら全然わからないと。で、農産品で19品目、林水産品で10品目だけをやってきているわけだけども、今回の影響試算でね、対象から外れている19品目以外の品目も、調整品もですね、すべて影響試算をやるべきじゃないかと。で、そうやって試算をやり直すべきだと。それもやらないでですね、
まだみんなが納得していないうちにですね、どんどん進めていくということは、ね、やめるべきだと。ちゃんと出して、そしてやっぱり議論にかけて、国民の皆さんにもちゃんとお知らせをしてですね、進めなきゃダメだということを申し上げたいと思うんですけども、大臣、最後に一言お願いします。森山大臣。牛肉、豚肉をはじめとした加工品や調製品の関税削減が国内の生産に与える影響は、どう考えても限定的だと考えております。まあ、現在、公表している試算を見直すことは考えていないところでございます。時間が来てますので、はい、一言、はい。今の答弁では全然納得できません。やっぱりすべてやるべきだということを、これからも引き続き要求しておきます。ということで質問を終わります。